その夜、織田家家臣が集まり、今川を相手にどう戦うべきか作戦会議が開かれました。戦の準備じゃ。あと2日もすれば今川4万の軍勢がこの清須に押し寄せてくるかもしれん。しかしこちらはどうかき集めてもせいぜい3000の兵にしかならぬ。この兵力差ではどうにもならん。では降伏せよと申されんのか。とにかく城にこもり今川の出方を伺ってはどうか。軍も来ないのに籠城するというのか。殿、織田家の総大将は信長様にございまする。殿が戦をする道を選ばれれば我らはそれに従うのみ。殿のお考えはいかに。俺が言えることはただ一つ、よく食べてよく寝ること、以上。では皆さん、おやすみなさい。まったく、あの殿は物も言えんわ。やはり織田家もこれまでか。どうぞ。馬たちの出陣支度をしておいた方がよろしゅうございますか。そんなもの必要ない。同情じゃ同情。さようにござりまするか。同情か、つまらん。うつけだけにもう少し面白い策を考えつくかと楽しみにしておったが、所詮信長もその程度の男ということか。織田家籠城と決定。安心して進軍なされよ。このようなところで眠られてはお風邪を召されますぞ。お部屋にお入りくださいます、気にしないで起床は寝てていいよ。侍女たちが騒いでおりました。老将になると。それなのに殿はこのようなところで何かを待っておられるようじゃ。うん、そう、待ってる。やはり何かお考えなのですね。ただ城にこもるだけなど殿らしゅうないと思うておりました。城にこもってても勝てないからに。勝たないと今川さんに。え？殿！今早馬が参り、丸根と鷲津の両砦が今川軍に包囲され攻撃を受けているとのことにございます。今川の先鋒は松平元康率いる三河勢とのことです。松平元康？それって殿、今門の外にてリーダーと名乗る男が殿に会わせろと。リーダー、今それどころではない。追い払え。待ってました。殿、このような時に一体何を考えておられるのか。勝つ気なのじゃ。殿は今川4万の兵に勝つ気なのです。え、つねちゃん、何してんの。早く出陣だよ。よ、あ、どうも。殿、どこへ参られるのです。
籠城なのでは。ん、俺籠城するなんて一言も言ってないよ。はっ、しかし今川義元は靴掛城におります。兵の話では夜が明けたら進軍を始めるとか。今この清須を出れば、うん、おそらく田楽狭間もしくは桶狭間あたりで勝ち合うことになるかと。桶狭間、桶狭間の戦いっていうのなかったっけ。なんか有名な。いや知らんな。うん、まあいいや。それと今川方は織田家は籠城すると思い込んどるようです。へえ、よくそこまで調べてくれたね。ご苦労様。今川軍に村の男たちを忍び込ませてあるんで、新しいことが分かればすぐ知らせます。頼もしいね。開門。あ、それとまだ夜が明けんから暗いと思って村の者たちが松明を。おお気が利くね。ただ奇襲をかけるのですか。殿は籠城などせぬと思っておりました。みんな、いくら兵力が違っても要は大将を倒した方が勝ちだ。他の奴には目もくれるな。俺たちが狙うのはただ一人、大将今川義元。バカな、吉本子を討つだと。できるはずがない。信長に勝ち目などあるはずがない。信長様、守りを守って。柴田様、殿が出陣なされました。何、今何と言った。はい、殿が出陣なされたらしいと。出陣、まさか。とにかく城へ行く。はっ。くそ、落ち着け。奇襲などそうそう成功するものではない。まさか今川がやられるようなことは。5人で戦はできませぬ。他の兵が追いつくのをお待ちくだされ。あれ、本当だ、5人しかいない。なんでみんなついてこないの。それはあまりにも突然殿が出陣なされたから。まあいいや。よっ、じゃあ待ってる間寝てよっと。一体どうなっておるのだ。籠城という話ではなかったのか。今川と戦って勝てるはずがない。殿は織田家を滅亡させる気か。この場で議論したところでもはやどうにもなりますまい。柴田殿、殿が出陣されたとあらば我らもその後を追うのが道理にござりましょう。しかし勝ち目のない戦に参加したところで犬死にするだけかもしれない。織田家の総大将は信長様にござる。殿が戦をする道を選んだとあらば、それがしはそれに従うのみ。失礼いたす。ズネちゃん、お目覚めにござりますか。あれだね、鎧ってさ、寝るのに不向きだね。重いし、硬いし、痛いし、胸心地悪かった。そりゃそうにござりましょうな。ん、おお、寝てる間に結構集まったね。じゃあ、出発しますか。はっ。
何やってた？怪しいものでは。わあ、リーダー、また何か分かったの？あの、今川本陣は休憩を取るための準備を進めております。大将、今川義元もそこに。場所は田楽狭間。分かった。どうもありがとう。もう村に帰っていいよ。はい。さてと、目的地も確定したところで出発しますか。みんな、今度はちゃんとついてきてね。なされたのか。今川義元を討ち取ったとのことにござります。今川に勝った。毛利さん。はっ。まさか今川に勝つとは。よく食べてよく寝ろとおっしゃった言葉の裏にこんな意味があろうとは。なので、確かに皆まで言わずとも察しなければいけなかった。家臣といえど患者が紛れ込んでおらぬとは限らぬ。殿はこの奇襲を成功させるためにそこまで細心の注意を払っておられたのじゃ。義元公、織田家籠城というのは誤りでした。信長は籠城など考えるような男ではなかった。俺は少し信長を甘く見すぎていたようじゃ。何の真似だ。お主、裏切ったのではないのか。ああ。義元公はお主を信頼していた。お主が籠城といえばそれを信じる。何が言いたい。お主がわざと今川に誤報を送り、義元公を油断させ、信長の奇襲を成功させる手助けをした。そう考えるのが自然ではないか。なあ、藤吉郎よ。ああ、そうかよ。ヘイ、ウェル、ヘイ。おいでおいで。今回の奇襲は彼らの的確な情報があってこそ成功したと言えるでしょう。ということで、リーダーのマサ君に彼らの代表として褒美をあげたいと思います。なんか農民のマサ君には正式な名字がないらしいんで、二人で考えて決めちゃいました。その名も柳田正綱です。結構かっこいいでしょ。あと領地もあげるんで、それはみんなで分けてね。いくら情報が役立ったとはいえ、直接的に戦に参加しておらぬ農民を一番の手柄に挙げるとは。あのお方は我らが思っておるよりずっと切れ者なのかもしれぬ。くせえ、いってえな。ちょうどいい。これで今川に
俺の顔を見知っている者はいなくなった。ならば俺は織田で身を立ててみせる。信長よ、いつか必ずこの屈辱を晴らし織田家を潰してみせるわ。いやー、その時今川の兵に取り囲まれた拙者はものともせずに臆さず一直線に向かっていったのじゃ。いよいのですか、殿がこのような場所におられて。うん、疲れたからもう寝るって言ってあるから。あ、あった、やっぱりあるじゃん、桶狭間の戦い。聞き覚えあると思ったんだよ。1560年、桶狭間で織田信長が今川義元を破った戦い。ん？あれ、ここに今川さんのこと書いてあったんだ。ああ、もしかして今日の戦いが桶狭間の戦いだったのか。おお、俺今日ちゃんと歴史の1ページを刻んだわ。すげえ。殿？あれ、でも場所は桶狭間じゃなくて田楽狭間だったな。まあ細かいことはどうでもいいか。勉強終わり。疲れたのでもう寝ます。おやすみなさい。おやすみなさいませ。もう寝てる。